平野紫耀ギャップの魅力がファンを圧倒。大量にどうぞ。シリーズ第5弾で新たな世界観を披露。平野紫耀が12日、自身のインスタグラムを更新し、新たな大量にどうぞ。シリーズ第5弾を公開した。シックなコーディネートとミスマッチな雰囲気が漂う場所で撮影された写真は、ファンの心を捉え、熱狂的な反響を呼んでいる。 この日、平野はお気に入りの顔絵文字を添えて、大量にどうぞ、と投稿制限いっぱいの10枚の写真をアップ。夜のレトロな雰囲気が漂う商店街や線路脇、住宅街で撮影した全身ショットと上半身ショットを公開した。黒のパンツロングコートブーツに白のスカーフを合わせたシックな装いの平野が、スケートボードを乗りこなす姿や、 ブロックベイを背にしてクールな視線を送る姿などが収められている。また、最後の写真では自身の節目ショットをスタンプで賑やかに装飾し、可愛かったからやってみたショー、とお茶目にコメントしている。平野の異なる雰囲気とギャップに満ちたシリーズは、ファンの心を捉えて離さない。彼のシックなコーディメートとそのままスケートボードに乗る姿に対し、 ファンからは、ギャップがすごい、世界観が素敵、雰囲気が好き、新鮮さを感じる、かっこよすぎる、などと、簡単の声が続出している。さらに、平野は今月8日から5日連続で、大量にどうぞ、と綴って、雰囲気の異なるソロショットを大量投稿。投稿ごとに増える顔絵文字の数により、ファンからは、どこまで続くの絵文字何個まで増えるかなまだある などの期待が高まっている。平野潮はこれまでその多彩な才能と魅力的なパフォーマンスでファンを魅了し続けてきた。彼の個性あふれる投稿は常に新しい驚きと感動をもたらし、ファンにとっては心のオアシスとなっているようだ。平野潮の大量にどうぞシリーズ第5弾は彼のファンに新たな世界観を提示し、 彼の持つギャップの魅力に改めて光を当てたものと言える。シックなスタイルとクールな雰囲気が絶妙にミックスされた写真は、平野の多面性とアピスティックなセンスを浮き彫りにしている。今後も彼の SNS での活動からは目が離せない。ファンはますます彼の地なる発信を待ち望んでいることだろう。